地方財政の問題点、松井塾です。さあ、やっていきましょう。実は地方財政には非常に大きな問題なんです。はい。で、地方財政が何が問題かという形になるわけなんですが、実は見てください、こちら。自分の力だけで、要するに税金として集めれる自主財源、これを自主財源と言います。自分たちで集めて自分たちが好きなように使う、これを自主財源と言いますが、実はこの自主財源が3割しかありません。3割しかありません。で、7割は依存財源によって成り立っているという形になります。つまり、国から何らかしらの援助、もしくは借金をするなどの援助がない場合に関しては、地方の財政が持ちこたえられることができないというふうになっているのが、自主財源と依存財源っていうこの2つのバランスになっているんですが、実は3割自治なんていうことを言うんですが、だいたい 30% ぐらいしか自主財源がありません。東京とか神奈川みたいなでかいところはちょっと除くんですが、普通の地方だった場合に関しては自主財源というのが大体3割ぐらいしかないという形になるわけです。で、これ大変な事態を引き起こしかけた事例が一回あるんですが、実はねじれ国会ってありましたよね。ねじれ国会でなかなか予算が通らないという事態がありまして、予算が通らないという状態だった場合、どういうふうな形になったかという形になるんですが、予算が通らないので、地方に対するこの依存財源も配ることができない。つまり、国がごたごたを起こすと、地方も発給してごたごたが起こる。という状態になりかけたんですね。で、これもうちょっとで本当に危なかった事件なんですけど、職員の給料が全く払われないという状態になりかけたんですね。これは大変なことなんですよ。消防から警察からですよ。いいですか？学校の先生から、給料が振り込まれないんです。いや、公務員ってこれがあるから恐ろしいんですよ。これがあるから恐ろしいんですよ。つまり、自分がミスをしてなくても、いいですか？会社自体、その地域自体が、何の問題もなく仮に運営されていたとしても、国がごたごたを起こした場合に関しては、自分の給料が払えない、払われないかもしれないっていう状況に陥ることがあるんです。これ実際問題あるんです。で、だから、自主財源を増やしておかないとまずいじゃんっていうのが、これがもう20年前かな ?20 年前ぐらいからもうずっと言われてることなんですけれども、この自主財源が少ないということになるわけですね。はい、これ皆さん覚えておきましょう。地方財政は自主財源が少なく、依存財源が非常に多いという問題点がありますよという形になります。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。